なんだ、この男知ってんか。赤ずきんが出てきて、おはようございます。ちゃんとセリフがある。ああ、よかった、セリフがある。うん、だって、無言のままさ、すごいあの表情で出てこられたら、この赤ずきん怖いぞ。さすがに。よかった、口開いた瞬間、ちゃんと女の子じゃって思えてきたわ、お前。店主、ガブリエラ。よく来たね。ガブリエラやった名前やな。そうやな、赤ずきんちゃう、赤ずきんちゃうんってさ、下の名前が赤ずきんっていうなわけないよな、お前。東雲赤ずきんみたいな名前。東雲赤ずきん。私の名前は東雲赤ずきんよ。またお店に置いていただけるって。ああ、頼んでいたパイを作ってきてくれたんだね。もちろん、こちらからお願いするよ。君の作ったパイもジャムも大人気なんだ。よかった。お母様が教えてくださったレピシ、今レピシって言いそうになっただもん。レシピなのよ。お父さんとお母さんのことは残念だったね。仕方のないことだわ。馬車の滑落事故って読むかな、これ。なんて予想しようがないもの。事故で死んだんじゃ。私、こう考えることにしたの。お父様とお母様は、天のお父様に深く愛された素晴らしい方々だったの。ポジティブ。だから、早くおそばにお召しになったのだわ。ガブリエラ、その、私で相談に乗れることがあれば。お気遣いありがとう。お優しいのね。わあ、女の子にお優しいのねとか言われたら俺ドクンってくるよ。ドキューってくるよ。心臓ドキューってくるよ。ガブリエラ、ガブリエラじゃないか。誰だお前は。いきなり横から入ってきて。あれ、どこ、すごい遠くから話しかけてくるやん。この画面内に入ってこればいいのに、なんでわざわざ画面外から喋りかけてくるんじゃ。朝から君に会えるなんて、いい一日になりそうだ。めっちゃ、めっちゃ男が話しかけてくるやん。やあ、ガブリエラ。ばあさんのお使いか？ああ、ごきげんよう、皆さん。なんか柄の悪いような、柄の悪いような抱え方してる、なんか。そんな感じの見え方にしてる。なんか、赤ずきもちょっと困っとる顔してるしね。今日はお店に置いていただくパイとジャムを届けに来たのよ。そうかそうか、それなら俺たちが全部買っていくよ。全部？嬉しいけど、いいのかしら。もちろんだと思う。君の手作りの品なんて町中の男が手に入れたがってるさ。お前転売するんじゃないだろうな。ここで売ってる値段よりちょっとマシにしてね、男たち、町の男たちに転売するんじゃないだろうな。お前転売中じゃないだろうな。お前任天堂スイッチの時みたいな感じじゃないだろうな。まあそんなに気に入っていただけるなんて嬉しいわ。それじゃあ皆さんで召し上がってくださいね。そうだ、今晩ケビンの家で飲むんだけど君もどうだい。なんて思うんすか。なんて何さ、何種って読むんすか。俺漢字が出たんですけどね。にパイに燻製肉チーズを暖炉で炙ってさ、魅力的だろ。ああ、ぜひ来てほしいな。君がいてくれるだけでみんな大喜びだよ。まあとても素敵ね。ああ、この町のヒロインなんじゃな、アイドルなんじゃな。でもごめんなさい、おばあさまを一人にして私だけ遊んではいられないわ。また今度お誘いくださいな。そうかい、残念だな。それじゃあまた今度。ああ待って、家まで送ろうか。は絶対気がある。この男絶対赤ずきに、ガブリエラに気があるぞ。大丈夫よ、歩き慣れた森ですもの。ああ、行っちまった。相変わらず、天使のような子だな。おい、抜け駆けしようとするなよ。何言ってんだよ、彼女は一人しかいないんだ。早い者勝ちだろ。おい、いい加減にしないか。
両親を亡くして一人でばあさんの世話を見てるような気なげな子だぞ。ちょっかいを出すなよ。そういうあなただってやだらと彼女の世話を焼きたがるじゃないか。パンを焼いてもらう代わりに、なんつってあなただって俺たちと変わらねえだろ。まあ、その否定しないのか。彼女は魅力的だからな。そうですよね。あんな可愛い女の子ほっとけないですよね。しかもさ、両親が亡くなって、あ、これ両親のお墓か。そうか、そういやペアレンツだとかってあったもんな。お父様、お母様、今日は町へ行ってきたの。皆さんとても優しくて親切で。あ、待てよ、これそういやさ、メモリーに呼び出した時のさ、もう一人の私のポジションここだったな。もう一人の私ここおったな。そういや、そうか、このシーンだったんじゃ。でもなぜか嫌な感じがするの。親切にしていただいて、優しくしていただいて、とても嬉しいはずなのに。それなのになぜか町の人たちが私を見る目が恐ろしく感じることがあるの。なんていうかね、可愛い羊を狙う狼のような目でしたからね。いけない、そろそろおばあ様のお家に行かないと。お父様とお母様にお供えする新しいお花も摘んで帰りますね。漁師さんの小屋の脇に真っ赤で綺麗なお花が生えていたけど、お願いしたらいただけるかしら。漁師の家にガンがあった家があるもんな。あそこやっぱ漁師の家か。ああ、そういや赤い花あったな。気になっとったけど結局調べれんかった感じの。あった、真っ赤でとっても綺麗。ガブリエラ、ガブリエラ。あ、漁師さん、君が僕の小屋に来てくれるなんて嬉しいな。声をかけてくれればよかったのに。絶対こいつもガブリエラ気あるわ。ごめんなさい、勝手に入り込んでしまって。うん？その花が欲しいのかい？そんな花でよければいくらでもあげるよ。それより僕の買った獣の皮を見ていかないか。ちょっと女の子はそういうの興味に持たないと思うんですけど。そういうの女の子にじゃじゃーんって見せるもんじゃありませんよ。いえ、結構です。その花もいらないわ。そうかい、じゃあ少し中で休んでいかないかい。どうしても家に連れ込もうとしてるこいつ。美味しいミードがあるんだ。ああ、それよりワインの方が好きかな。いえ、本当に結構よ。それに私、お酒は飲めなくて。そもそも未成年みたいな見た目しているが。うん？それは本当かい？この前、君が町で酒を買っているのを見たよ。え？え？もう一人おるの？え、もう一人の私、本当に私いるの？もう一人の私が本当に私がいる？え、ややこしいよ。ワインの瓶がバスケットから飛び出ていたね。まあ、君のばあさん用の酒だろうけど、君は飲まないのか？それとも飲ませてもらえないのか？ドッペルゲンガーか。今日みたいに赤いフードのマント、白いワンピースを着て、ワンピースの袖がひらひら翻るたびに真っ白な足が見えてとっても綺麗だったな。お前どこ見てんだお前。意外とエロい目で見てるなお前。な、私もう行くわ。おばあ様がお待ちだから。これは怖い。もう一人の自分がおるみたいな感じになってる。いつも君を見ているんだよ、ガブリエラ。怖い。サイコパスやん。こいつサイコパス枠やん。ストーカーやん、もう。
なんだかすごく嫌な感じがしたわ。ですよね、だってストーカーと話してるんだもん。まるでいつも私のことを監視してるかのような口ぶりで、あんなに恐ろしい人だったかしら。表現してるんだよ。男ってのはね、最初は優しいふりをしてね、実は心の中では何か黒いものを持ってるかもしれないんだよ。いや、それ偏見かな。ダメね、そんな風に考えては。きっと親を亡くしたばかりの私のことを心配して気にかけてくださっているのよ。でも下半身見てましたよ、あの人。この露出が少なそうな服装の唯一露出が出ているところを見てましたよ。だから他の人より余計に目について、それであのような言い方をされたんだわ。あ、そうか、ここで狼か。ん？犬の鳴き声？向こうの花畑から聞こえてみたい。あー、ここで出会うんじゃ。幻想的なところで出会うな、これ。不思議ね。ここだけ光が差しているみたい。確かに。えらい明るい。太陽がここの花にだけ特別に光を当ててあげているみたいな。何か降臨しそうな感じの雰囲気しておりますが。あー、確かに腕怪我してるわ。あ、狼。怖い顔している。もうなんかおてーてしたら噛みつかれそうな感じの目してるわ。あ、そこでちょっと立ち退いて逃げたんやけど、けどよう見たら怪我してるなって感じか。あ、俺は動かすの？ちゃうな。襲ってこない？前足に血がにじんでる。あ、かわいそうってここで思ったんやな。怪我をして動けなくなってしまったのね。そうなんだよ、助けてよ。この子をここで助けたら、怪我を治ったら人を襲うようになるのかしら。狼には近づいたらいけないって小さい頃から教えられてきたけれど、けどでもやっぱり怪我をしているのに放っておけない。優しい子。あ、もしかしてビリビリって言っても自分の服破いて、それを包帯側にしてあげよったんじゃ。かもないでね。そうか、自分の服を犠牲にしてでもか。少し不格好だけど、これで傷口を保護することはできそうね。あ、伝わったんやな、愛情が。なんか狼の目がちょっと丸くなった感じがしたもん。お腹が空いているの？さすがに私を食べさせてはあげられないけれど、お昼に食べようと思っていたパン、パーン！パーン！ここで出てきたんじゃパン。なるほどな。どこで出てきたんって言ったけど、食べさせてあげようったんじゃパンを。パンがあるの。それで我慢してくれる？89点。点数をつけるな。せっかく食べせてくれるのに点数をつけるな。珍しい色だけれど、綺麗な毛並みね。お日様の光が反射しているみたい。この森に狼が出るという噂は聞いたことがないし、あなたは他の土地から迷い込んだのかしら。わからん。ふふ、不思議ね。まるで私の言葉が分かっているみたい。私はそろそろおばあさんの家に行かないといけないの。あなたも他の人に見つからないうちに森の奥へ行くといいわ。それじゃあね、狼さん。また会いたいと思った女性がいた。今の狼の心境ね。ああ、ここおばあさんの家。そうか、おばあさんの家だもんな、ここ。ああ、なんかそうで、冬
普段着っていうか部屋着みたいになった。なんか赤い赤ずきんが消えて、なんか部屋着みたいになった。おしゃれちょっと肩出して、ちょっと可愛らしい感じのおしゃれ。お薬はこれでいいわね。時間は朝食と夕食の後で。こんな高価なお薬を一体いつまで。家計が苦しい。あ、まだ聞こえてきた。これおばあ様が同じだわ。急がないと。あ、おばあちゃんがちょっと用がある時に呼ぶためのナースコール的なやつだったんじゃ。ばあちゃん、ばあちゃん顔真っ赤じゃない。熱な。おばあ様、お待たせしました。お食事とお薬をお待ちしました。ありがとうかな。やっと来たのかい。まったく何をやらせてもどんくさい子だね。あ、ちょっとなんか意地悪な感じなんじゃ。ごめんなさいおばあ様、次からは気をつけるわ。ふん。わあ、ちょっと性格悪い感じなんじゃ。いつものバケットはどうしたんだい。今朝はまだ焼き上がってなくてお店に並んでいなかったの。私はあのバケットが食べたいんだ。さっさと買いに行きな。ええ、わかったわ。マジでけなげになってきたぞ。こんなちょっと意地悪のおばあさんをそれでも看病する、なんか本当にけなげになってきたぞ。急いで買いに行ってきます。少しお待ちくださいね。おばあ様はきっと寂しいのね。いや、かまってちゃんみたいだ。かまってちゃんをなだめる心の広い人みたいな感じになってる。お父さんとお母様の分まで私がしっかりとおばあ様のお世話をしないと。でも一体いつまで。お父様、お母様、行ってきます。今日も私とおばあ様が健やかに過ごせるようにお見守りください。うん、見守っとくわ。今日のご機嫌はどうかしら？まあまあかな。この前みたいに町までバケットを買いに戻るのは嫌だわ。綺麗なお花を進んで行って差し上げれば少しはお気持ちも晴れるかしら？そうだ。花畑にいた狼さん、あの子のことも気になるわ。わあ、でも花なんか持って行ってもさ、食べられないものに興味はないよとか言って投げられそうだな。なんかそんな偏見が。ガブリエラ出てきた漁師。ちょっとエッチな目で見てくる漁師。なんかそのエッチな目を感じたのか、ちょっとすでに嫌な顔をしている。漁師さん、ごきげんよう。今日もばあさんのお見舞いかい。ええ、その前にお花を摘んでいこうと思っているの。ついてくるなよ。ああ、やっぱ言うと思った。それはいいで。どれ、僕も手伝おうか。いえ、結構よ。遠慮しなくてもいいんだよ。その辺で歯で手を切ってしまったら大変だ。ほら、君の滑らかな手が傷ついてしまった。やめろお前。さりげなくタッチしてくるんじゃないわお前。手を握るだお前は。いや、急に他人の体に触れるものではないわ。特に女性には。そうだぞお前。ドイツがどれぐらいあのスキンシップとかそういうのをする国かは知らんけど、それは良くない、それは良くないぞ。セクハラだそれ。なんかちょっと俳句みたいになったな。ああ、ごめんよ、ガブリエラ。君の手が白くて、とても綺麗だったから。いや、綺麗だからそういう問題じゃないですよね。綺麗だから、そういう触ってもいいっていう、そういうのはね、良くないんですよね。ただ、君の身を案じていただきなんだ。誤解させてしまったのなら、謝るよ。この通りだ。わあ、もう赤ずきんはちょっと疑心暗鬼になっているような感じは。私のことを案じて？もちろんさ。一人でばあさんの面倒を見ている。
けなげな君を放っておけなくてね。そう、私の方こそごめんなさい。声を荒げてしまって。いいんだぞ。何か絶対下心あるもん、この男。でも本当に一人で大丈夫よ。子供の頃から遊んでいる花畑だもの。そうかい、それはすまなかったね。でもしばらくの間あの花畑には近寄らない方がいいかもしれない。一週間くらい前かな、あの辺りで獣の足跡を見たんだ。あの狼かな。大きさの形から見て大型の野犬といったところだろう。野犬？ああそうだよ。まさか絶滅寸前の狼ってことはないだろうし。ピンポン、正解です、狼です。君のような柔らかな肌の若い娘なんて野犬にとってはごちそうだ。いや、それはお前たちにとっては確かにごちそうかもしれんけど、狼だって肉を選ぶんですよね。十分に気をつけるのよ、ガブリエラ。ありがとう、気をつけるわ。それではごきげんよう。さて、狼は誰のことかな？